everything I can is real. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、そしたらですねまあエイブルトンプッシュ2を使ってですねチョップしていくんですけど、まあここのねつまみでチョップしていくわけです。でこれね左から3番目のつまみでこうズームさしてねこういくんですけども、ズームさしたりねこう伸縮させることができます。でこのねその隣のつまみでスタートポイント、それからエンドポイントっていうのをねこう選んでいきます。まずはねエンドポイントをねだいぶこう戻す感じですね。スタートはまず一番最初のままこの辺にしといて、エンドポイントをねどこにしようかなっていうことで、まあこう聞きながらね、じゃあもうちょっとこの辺がいいなって思うわけですよ。うん、でもっと細かくねこうしたいときはこうズームさして、ズームでねこう細かくね調整させます。うん、もうちょっとスタートをね、まあ、こんぐらいしときましょうかね。はい、こういう感じでねあと3つパターンを作っていきます。はい、ではねこの下の 4つね、この4つを使っていきます。でどういった音なのかというと、まずはこれ、そしてパターン2、そしてパターン3でパターン4。はい、でこれはですねちょっと説明用に、でさっきねエイブルトンプッシュでつまみをいじって調節したと思うんですけども、全然ねこのダウ上エイブルトン上でもこのようにね先ほども言いましたけどねこうやって調整していただいて全然構いません。なのでプッシュがないとできないのかっていうと全然そうではないので、むしろパソコン上でやった方がもしかしたら効率はねいいかもしれません。なのでこのようにねパソコン上でねこういうふうに動かして、で、ね、このようにね作ってもいいですよっていう話です。はい、じゃあこれ使わないので一回削除しておきます。はい、ではねこの4つを使ってね組み立て構成を行っていきます。でちょっとクオンタイズをかけといて、こんな感じですね。ちょっとずれたとこがあるのでちょっとずれを直して、こんな感じでしょうか。はい、うん、ちょっとずれてね、もうちょいこんぐらいかな。いい感じですね。でこのパターンを使っていくんですけども、ちょっとですねここでもう一工夫あって、これをねこのトランスポーズっていうねこの音程をね変えれるこのボタンがあるんですけども、これをちょっと半音下げてやります。共に半音下げてやります。はい、半音下げ、どうせなら全部ねちょっとこっちも半音下げておきますね。はい、半音下げ2つね移動させれば全音になりますね。12動かせば1オクターブっていうものですねこれは。はい、
で、まああとはもうドラムラックの説明、この辺ボリュームになってくるんですけども、まあこの辺は後で、まあ、調整っていう感じでやっていきます。で、今半音下げたものをちょっと再生してみましょう。ちょっとこれが早いか、ここだな。はい、 OK。 このねループを使ってドラムを次入れていきます。はい、そしたらですね、ドラムを入れていきます。で、エイブルトンライブにはですね、結構もうね、最初からまあグレードによってもね違うんですけども、ドラムパターンが最初から入ってますので、はい、今日はねこの808のねこいつを使っていきます。なんてやつだ、フェアウェザーキット、フェアウェザーキットっていうねやつを使っていきます。じゃあこれ決まったらドラッグ&ドロップしてね、使います。で、これがねまさにドラムラックってやつですね。はい、これがもうドラムラックってやつですね。はい、で、まあ細かい調整は今はしていかないんですけども、このねさっきのビートに合わせてまあドラムをね作っていくっていうやり方ですね。これはね、まあフィンガードラムされる方とかはもうすごいね生で打ち込んだりするんですけども、まあいろんなやり方があって、僕ねそんなねちょっとスペシャル技術があるわけではないんでね、僕のやり方あんまり参考になんないかもしれないですけど、まあ僕はこんなやり方でやってますっていう感じでね見といていただければというふうに思います。ではね、実際にハイハットから入れていきます。これね生でね、このプッシュのいいところっていうのは、こう録音しながらね、こうライブしながらこうねできるっていう、それがねもうまさにエイブルトンライブっていうねやつなんですよね。もう録音ボタンを押してこう、まあ、演奏しながらというかね、うん、ミディを打ち込むことができて、非常にねこうなんていうかね、アクティブな DAW っていうかね、うん、面白いなっていうふうに思うんですけども、僕はね最初にハットをねこうやって打ち込んでっちゃいます。このようにね、こんな感じでね今ドラムを打ち込みました。ちょっとね途中でダブルリップケートをしてしまって、もう一個ね複製されちゃったんですけども、まあこんな感じでねドラムを打ち込みました。まあ今これなんとなくの形なので、これでね
あの後から調整したりドラムパターンちょっと組み替えたりっていうのはありなんですけども、こんな感じでね作っていきます。でドラムパターンはねそんなにね全体的にねまあ、J-POP のようにねいろんなパターンを組み合わせるっていうことは僕はあんまりしないですね。まあ、ヒップホップってまあそんなにドラムパターンがねいきなりもう、まあ、J-POP はね結構 A メロ B メロとかねあってサビ前とかサビとかサビ後とかで結構ドラム展開とかもバーって変わっていくんですけども、まあローファイヒップホップとかねヒップホップってそんなねドラムのパターンは結構一定だったりします。なのでまあ今回も例に習ってね同じパターンを複製します。はい、でもう一個のパターンをね作っていこうかなというふうに思います。ちょっとこのラップしたくなるね。イエ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 イチェケラチェケラみたいな。さあねちょっと待ってね、おドラムラック動いちゃった。ドラムラックね、ライブのねもう一つの便利な機能、これキャプチャー機能っていうやつね、録音してなくても録音仮録音状態っていうかねいうのをしてくれてて、録音ボタンを押さずに練習してる時にいいフレーズができちゃったな、あ今の取っとけばよかったなっていうのを防いでくれるのがこのキャプチャー機能ってやつね。はい、なんとなくいいなっていうのができたらね、でここを右クリックしてクリップをクロップってやるとここが抽出されます。はい、これ非常に便利な機能ですね。で、クオンタイズ機能をして、ちょっとねドラムとずれたりして、なんかずれてる感じある。まあそういった微調整はねまたあとでなんとなくこう形を決めて、ね、これはちょっとずれてるか、こんな感じかな、ここもずれてるな。まあ、そしたらねコマンド A を、まあ、全体的にまあクオンタイズする場合はコマンド A を押すと全体がね選択される。でこれクオンタイズね、まあプッシュの場合はねクオンタイズボタンっていうのがあるんだけどね、これライブ上でもできますよっていう、右クリックするとねこうクオンタイズできるんで、でこう合いましたね大体ね。で一回聞いてみましょうか。うん、全体的に良くなったね。で、じゃあこれをこっちカットしてオプションにしてこんな感じで、はい、いいっすね。したらねちょっと一回頭から聞いて今日は終わりにしてみましょう。今日はねドラムパターンまでです。じゃあ頭聞いてみますね。そうちょっとねこの頭の音もねあれだね、トランスポーズで下げときたいんだけど、トランスポーズあったここだね、トランスポーズで半音下げしました。はい、じゃあこれでやっていきましょう。はい、こんな感じでね、ドラムパターンができまして、なんとなくのね、形っていうのが見えてきたかなっていう感じですね。でこれに、今後
この後 Day 5の方でベースをねこう入れていこうかなと思います。まあ実際こんな今カッコつけてますけど、打ち込みミディの方で打ち込みますけどね、はい、本当生ベースね入れるようになったらいいなと思ってますけど、まあそれはね、まあぼちぼちって感じで、今日のところはこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。